天使の働きを、お見せする映画になるかと思います。今までは主として救世主ものが全体的に多かったかなと思うんですが、実写もアニメもですね、今回はちょっと天使の働きにスポットを当ててですね、天使がどういうふうないろんな人の悩みにですね、立ち向かっていってやっていくのかということをやろうかと思ってるんです。ある意味で皆様方が日々直面している問題でもあるし、あの世に帰られた後、皆様方の仕事をあらかじめこんなもんですよということをお教えすることにもなるかと思うんですね。あなたを救いたい。愛を与えるのが私の喜びだから。やはり神の働きの一部だと思うんですね。天使という姿を持って現れて救済に入ってくる。ある時は病気を治しに入ったり、ある時はやはり、非常に落胆し失望している人を慰めたり、ある時にはですね、事故になる寸前のところでですね、間一髪何かで助けたり、いろんな形で、この世で、救済活動をやったり、天使たちが見捨てないでずっと見守っているということも忘れないでいただきたい。あなた、本当に諦めるの？彼らの活動は誰もこの世の人は見ることができません。透明な愛です。しかし彼らは活動をやめません。たとえこの世の人が理解できなくても、彼の存在を認識していなくても、あるいは否定していても、天使なんかない、あの世なんかない、霊なんかないと否定してても、それでも彼らは地上の人たちを助けることをやめません。それはちょうど風のように透明に吹き渡っていってるんです。あなたを救いたい。天上界とつながる映画ですので、それを見れば天使たちや菩薩たちと縁ができる映画ですので、見てもらうだけでも悟りは進むと思っていただいていいと思うし、本が例えば読めなくてもね、映画見ただけでも記憶があれば、あの世行った時の理解が早いので。本当の奇跡です。難病、奇病、それから死に至る病、現在ただいま置かれている人、こういう人が治るという奇跡も起きているし、映画を見ただけでも奇跡が起きたという報告さえ現れています。どれほど大きな力が背景に働いているかということを知っていただきたいんです。皆様方も多くの人々を救うような力がその身に臨んでくるようになると思います。この多くの人たちを助けたい、救いたいと、そういう気持ちが奇跡を呼んでいるんです。天使の一人としてこの地上を浄化するために、この地上をユートピア化するために、日々の努力を惜しまないでほしいと思うんです。私はここに来たのは、あなた方に天使になってもらいたいからです。天使の働きをどうかあなた方もこの地上でなしていただきたいんです。私、天使になりたい。